香り長持ちマスクで心地よい生活を、仙台高専エンジニアドクター育成塾です。まず今回の研究の概要について説明します。まず研究の動機背景としては、一日中マスクをつけるようになった生活の中で、少しでも快適にマスクをつけられるようにしたかったと考えました。そこでマスクをつけて不快に思うことを探した結果、口臭や食べ物の匂いが気になるということが多くあることが分かりました。重点的に取り組んだところとしては、マスクに香りをつける上で香りが強くなりすぎないようにする、マスクの香りの持続時間を伸ばすの2つです。特に2つ目の香りの持続時間を伸ばすというところに重点的に取り組み、どのようにすれば香りの持続時間を伸ばすことができるのかを考えました。そして今回の研究活動を通して得たこととしては、香りをつける、持続時間を長くするという目的に沿って研究をすることができました。また得られた実験結果をどのように活用することができるのか、またメリットなども合わせて考えることで新しい考え方を見つけることができました。それでは改めて今回の背景、目的について説明します。まず背景としては、コロナウイルス感染対策のため一日中マスクをつけなければならなくなってしまいました。その中で食後すぐにマスクをつけると、食べ物の匂いが気になったり口臭が気になってしまうことが多くありました。目的は、一つ目はマスクに香りをつけ匂いを緩和させられるかどうかを確かめる、二つ目は香りをなるべく長持ちさせる方法を調べるです。実験としては、まず最初にマスクを2種類電子顕微鏡で観察してみました。今回観察したマスクは不織布のマスクと、あとポリウレタンマスクの2種類です。こちらが不織布マスクで、こっちがポリウレタンのマスクです。そして不織布の方は三層構造になっているのこのところの真ん中の部分のフィルター部分を観察しました。これです。これを観察した結果、不織布マスクの方は繊維の太さや隙間の大きさが不規則になっていましたが、隙間が小さく飛沫はほぼ通過できないんじゃないかなと考えました。ポリウレタンマスクの方は隙間の大きさはある程度規則的でした。隙間は大きかったけれど、ポリウレタンマスクは分厚いので飛沫が大量に入ってくることはなさそうでした。そして今回の観察の時の倍率についてですが、不織布のマスクは繊維の隙間が小さかったため500倍、ポリウレタンマスクの方は隙間が大きかったため100倍で観察しました。とまとめです。不織布のマスクの隙間の大きさはポリウレタンのマスクの隙間の10分の1程度となっていました。次に不織布マスクへの香り付けを行っていきました。まず香りのサンプルを作成しました。今回はエタノールとレモンのエッセンシャルオイルを混ぜたものを香りのサンプルとして使用しました。で、作成したサンプルがこちらになっています。これで作成した香りのサンプルを直接マスクの下の方に吹きかけました。この辺ですね。で、香りはマスクの下に吹きかけた理由としては、匂いがきつくなくより長時間持続できる量を吹きかけられるからです。吹きかけた状態で放置した結果、匂いの持続時間は約3時間となっていました。と、持続時間に関しては、よく嗅いで匂いがしなくなったら匂いが消えたと判断しました。と、それでもマスクの中の匂いは緩和できたので、ここで目的の一番のマスクに香りをつけて匂いを緩和させるというところが達成できました。ここで匂いの持続時間をさらに長くしたいと考えました。と、少しずつ香りが出るようにすれば良いのではないかと考え、対策を2つ考えました。まず対策の A は、香りを油で包むです。これは香り付きのリップなどをヒントにして考えました。
対策の B は小さな穴が開いている物質に香りを吸着させるというものです。まず対策 A の方からです。香りを油で包むというところで、マスクの下の方に香りサンプルを吹きかけた上からワセリンを塗るというものと、ワセリンに香りサンプルを混ぜたものをマスクの下の方に塗るというものです。この2つ目で使ったサンプルとワセリンを混ぜたものがこれです。で、結果は1番の香りの上からワセリンを塗るというものでしたが、上から塗ってしまうと吹きかけた直後でも香りが弱くなってしまいました。2つ目のサンプルとワセリンを混ぜたものを塗るというものでは、持続時間が約4時間と、ただ吹きかけるよりも長くなりました。対策 B の小さな穴が開いている物質に香りを吸着させるというものでは、コーヒー豆と緑茶の出がらしを使用しました。緑茶の方は消臭などにも使われているそうなので、逆に香りを吸着させることができるのではないかと考えました。まず前処理として、使用済みコーヒー豆、緑茶をビーカーに入れて、匂いが飛ぶまでガスバーナーで炙って炭の状態にしました。この炭の状態にしたものを触ってみると、コーヒー豆の方がサラサラしていました。そしてこれで作ったものにレモンのエッセンシャルオイルを3滴加えてよく混ぜました。そして混ぜたこの2つを放置した結果、コーヒー豆の出がらしは約7時間、緑茶の出がらしは持続時間が約6時間でした。まとめです。1つ目は、食婦のマスクの隙間の大きさはポリウレタンのマスクの隙間の大きさの10分の1程度。2つ目は、香りの持続時間を長くするには、直接マスクに香りをつけたり油と混ぜたりするよりも、小さな穴が開いている物質に香りを吸着させた方が効果的でした。3つ目は、コーヒー豆などは炙れば香りが飛んでいくので、別の香りをつけるなどして再利用することが可能です。今後の予定は、1つ目はコーヒーや茶葉以外の身近にあって匂いを吸着してくれるものを見つけて実験する。2つ目は、対策 B で作成した小さな穴が開いている物質に香りを吸着させたものをマスクに取り付けられるようにする。3つ目は、香りの強さの変化を匂いセンサーを使ってさらに詳しく調べる。4つ目は、マスクの隙間の大きさと香りの強さの変化との関係を調べる。5つ目は、香りや香りを吸着させる物質の量を測ってデータを比較しやすくするです。以上で発表を終わります。